私が全身全霊でお答えしますので、陛下の望む幸せなクリスマスのために必要なことをお申し付けくださいませ。はい、一丁上がりましたわ。いや、15丁目だったかしら。何にせよ、これで溜まっていた業務はオールコンプリート。いつの間にか外はすっかり明るくなっておりますけれど、とにもかくにも我ながらなんて完璧な企画書でしょう。どう見たって徹夜明けとは思えない仕上がり。誰もおりませんけど、ついどうやってしまいますわ。おお、おはようございます、クレジッタ様。朝からお元気ですね。はい、おはようございます。相変わらず修行ギリギリ5秒前出社ですわね、秘書1号。まあいいですわ。早速ですけど、こちらの書類手配してくださるかしら。かしこまりました。あらあら、何か言いたげな顔をしていますわね。疑わずとも不備はありませんでしたよ。王家主催のイベントで手抜かりなどあってはならないことですから。して、そのような心配はしておりません。不正目的の姑息な見逃しでもない限り、クレジッタ様がミスをすることは考えにくいですから。ちょっと朝からご挨拶ですわね、あなた。それ褒めていますの？けなしていますの？姑息とか聞こえましたけど。もちろん褒めていますよ。それにクレジッタ様の驚異的な体力についても。馬車馬ですら恐れおののく馬車馬ぶり、軽く引きます。だからこそ、その机に置いてある空の瓶が気になってしまいまして。それはクレジッタ様お手製の栄養剤を入れている瓶ですね。私の記憶だと、完全徹夜3日目の昼過ぎ前後に服用する機会が多い代物。徹夜1日程度では逆に危険なくらいの滋養を得るもののはずです。さすがに目ざといですわね。その通りですわ。確かにこの栄養剤の力を借りるのは早かったかもしれません。とはいえ、昨日の昼は陛下のお供としてワイバーンとバジリスクを買ったことですからして、普段とは違う体力を使った分、着付け代わりに飲んだだけのことですわ。クレジッタ様。なんですの、秘書1号。そのあなたらしからぬ慈愛に満ちた瞳は。本日は私が残業します。クレジッタ様は万事私に任せ、早めに仕事を上がってくださいませ。はい。私は思ったのです。今回のクレジッタ様の活躍をおそばで見続けていて、これ以上あなたにご無理をさせてはならないと。ただでさえイベント準備で連日連夜てんてこまいのところに舞い込んだりっちゃんたちとのてんやわんやの大騒動、さすがのクレジッタ様でも疲れが出てきて叱るべきところです。であれば、あなたに休息の時間を差し上げることが秘書としての務めであると、そう思わずにはいられなかったのです。秘書一号、あなたって子は、なんて美しい思いやりの言葉でしょう。このような部下を持つことができて、私は過保物でしてよ。あなたの誠意、嫌が王でも心打たれてしまいますわ。およよよよ。それで本当は何が狙いなんですの？はい、ちょうどいいタイミングなので残業手当をいただきたいなと。年末年始は何かと入り用でして。どうせそんなことだろうと思いましたわ。むしろ理由としては至極真っ当、いっそすがすがしいくらいですわ。実際問題、ハードワークが続いていることは確かですし、明日以降の業務効率のためにもこの辺りで早上がりの日を入れておいて損はないかと。まあクリスマス休暇のようなものですよ。私からのプレゼントだと思っていただければ。
早上がりをクリスマス休暇と呼ぶなんてまたまた大きく出ましたわね。アマツさえそれをプレゼントだと言い張るとは。まあまあまあ、よしとしましょう。ありがたくそうさせていただきますわ。下心ありありとはいえ、あなたのやる気をそぐつもりはないことですし。では秘書1号、お言葉に甘えて外回りの後に直帰させていただきますわ。後のことは任せましたわよ。かしこまりました。クレジッタ様、良いクリスマス休暇を。思ったより早く終わりそうですわね。突然の仕様変更とあれば相当にごねられるものと覚悟はしていましたけど、どこも思いのほかあっさりでしたわ。やはり着替えておいて正解でしたわね。普段の私とのギャップに誰も彼も戸惑っていましたもの。先手を取れればあとはこっちのものですわ。作戦勝ちですわね。さてさてさて、それはさておき、もうそろそろ仕事も片付くことですし、休暇らしくこの後の予定でも立てておくことにいたしましょうか。絶賛栄養剤が効いている以上、眠るという選択肢はなし。となると金勘定か食事か日帰り温泉か。ってこれではクリスマス休暇というよりもただの休日ですわね。もしも秘書1号に知られたらまた楽しくあざけられるに決まってますわ。あの子に笑われないためにももっとそれらしいことを。はて、クリスマスらしいこと。はい、こんにちは。って誰かと思えばあなたでしたのね、少年。ええ、お仕事中ですわ。時間を好きに使えるあなたと違って私責任ある立場ですからして。もっともあと少しで今日の業務は。そうですわ。少年、この後私に付き合ってくださるかしら。どうせお暇なのでしょ。相変わらず警戒心のかけらもないんですのね、あなた。まあこちらとしましてはやりやすくて大変結構ですけれども、何も難しいお願いではありませんわ。少しの間私の時間つぶしに付き合っていただきたいのです。どうです、あなたの得意な分野ではありませんこと。どこもかしこも華やかですわね。わかりますわ。でもだからこそ逆にすべきことを見失ってしまいますのよ。何しろ私クリスマスシーズンに遊んだ経験が全くないものですからして。なんですのその目は。そのこちらを傷つけないような言葉を探す目。私が例年お一人様を持て余していると思っていますわね。いいですこと少年、クリスマスや年末年始というのは商人にとって稼ぎ時なのです。のんびりしている暇などこれぼっちもないのが当然ですのよ。というわけですからして、ちょうどよく通りがかったあなたにお声掛けしてみた次第です。何にせよ承諾いただけて何よりですわ。ではでは、私その前に一仕事ちゃちゃちゃっと片付けてまいりますわね。終わりましたらまた改めてお声掛けしますわ。少年ごきげんよう。とお伝えしたはずですが、どうしてどうしてどうしてあなたがついてきていらっしゃるのかしら。手伝うってあなたね、公務のこの字も知らないでしょうに。まあまあまあいいですわ。お手伝いの機会はないかもしれませんが、それでもよろしいというのであればお好きになさってくださいまし。ここで邪険に扱ったことが巡り巡って陛下のお耳に入るかもしれませんものね。私の評価の下落、それだけは阻止しませんと。幸いにして次の訪問先ではイベント当日の流れを最終確認するだけ。陛下のご希望を伺う前と後で予定の変更がなかった相手ですわ。見学のお子ちゃまが増えたところで全く問題ないでしょう。そう、まっ。私たちはもうダメだ。マエストロ、落ち着いて。どうか落ち着いてください。深呼吸ですよ、深呼吸。はい、ご一緒に吸う。はあ、
なんですの、なんですの、一体全体この騒ぎは明らかに問題が発生中じゃありませんこと。イベントの演奏を依頼していた音楽団の皆様ですわ。もちろん実力は超一流の折り紙付きです。なのですけど、とにもかくにも話を聞かなければ何も始まりませんわね。ちょっとちょっと皆様方、焦らず騒がず、どうか落ち着いてくださいまし。スランプ？それはもう大変なスランプなのですよ、キャッシュさん。我が音楽団の全員が。全員ですって？一人や二人ではなく？全員です。いや、こうなれば実際に聞いていただいた方が良いでしょう。みんな、演奏の準備を。史上最高、空前絶後のパフォーマンスでしてよ。やっぱりダメだ、おしまいだ。なんでダメなんですの。聴衆にしてクライアントである私がここまで喜んでいますのに。違うんですよ、キャッシュさん。この演奏も悪くはないんですよ。多分、きっと、おそらくは。でも私たち、過去最高の演奏をしたばかりなんです。それと比べてしまうと、どうしても。忘れもしません、あれは一昨日のことです。あの日の演奏は、それはそれは口では言い表せないほどに美しく、まさに私たちの理想の音楽そのものだったのです。一昨日、理想の音楽、理想の、もしかしなくてもそうでしょうね。かの古代遺物自立型幸福具現機は、対象者の幸福を実現させる力を持つ異物。仮に演奏であろうとも、理想のものにしてしまうのでしょう。何せ私が、その対象者である私が、陛下が喜ぶ幸せなクリスマスを実現するために、この音楽団に演奏を依頼していたのですから。しかしまさかこんなところにまで影響してしまうとは。予想外ですが、なってしまったものは仕方がありませんわね。どうもこうもありませんわ。ここは一肌脱ぐ以外にありえません。皆様のモチベーションを上げないことには進むものも進みませんし、それに自分の尻拭いは自分自身で行う方がすっきり爽やかになるものでしてよ。あなただったらそう言い出すと思ってましたわ。存分に手伝わせて差し上げます。どうかもう一曲演奏していただけますかしら。ええ、今の私どもの演奏でよければですが、どの曲をご希望です？それはもちろん、私が演奏を依頼していた楽曲、クリスマスに人々が手を取り合い笑顔を交わして舞い踊る情熱のダンス曲ですわ。さあ少年、今こそ出番ですわよ。私の手を取ってくださいまし。 Shall we dance? おそらく楽団の皆様のスランプは一時的なもの。演奏自体をできている以上、それは間違いのないことでしょう。つまりちょっと落ち込んでしまっているだけですわ。であれば、その音楽で楽しんでいる様子を見せるだけのこと。素晴らしい音楽でしょう。私、踊りたい衝動を抑えることができませんわ。ちょっとちょっと少年、遠慮は無用ですわ。もっとしっかりと私を支えてくださいまし。タンゴは情熱でしてよ。はい、
スロースロークイッククイックスロークイッククイック。2回目はなしですわよ。なしって言ったじゃありませんの。いけません、いけませんわよ。ここは楽しんでいる顔をしなければ。少年、お気になさらないでくださいまし。この音楽なら勢いづいてしまうのも当然、いや必然というものですわ。なんて、なんて笑顔で、なんて情熱的に踊ってくれるんだ、私たちの音楽で。マエストロ、もしかして僕たちの音楽、思ったよりいい感じなんじゃ。よほどいい感じでないと、あのダンスは見られませんよ。というよりも、むしろ。いい感じどころの騒ぎではありませんわ。この踊りっぷりが証拠です。皆様は最高のクリスマスを彩る最高の音楽団でしてよ。ああ、なんという力強い言葉。先ほどまでの悩みが吹き飛んでしまうようだ。ここまで心が晴れやかになるなんて思わなかった。ありがとうございます、キャッシュさん。おかげさまで後ろ向きの時間は終わりました。そうだろう、みんな。はい。なんとか事なきを得ることができそうですわね。さすがは私ですわ、見事な起点の。今くらい綺麗に決めてもよろしいでしょう。私による陛下のためのクリスマス、成功させるためにはありとあらゆる手段が必要です。もちろんあなたのことも利用させていただきますわよ。クリスマスの街というものは落ち着きませんわね。あなたと同じように浮かれているというわけではありませんわよ。昇魂がもううずいてうずいて。クリスマスパーティーといえば、とにかく派手に自分の財力を見せつけるがごとく大盤振る舞いというのが商人としてのクリスマスでしたわ。楽しむというよりも政治的な意味合いでのパーティー、野心や敵対心を和気あいあいとした笑顔で隠し、互いの腹を探り合う、いわば戦場ですわね。それが今年はなんと、まあゆるいこと、多少のトラブルも気にならないほどにゆるゆるですわ。随分と染まってしまいましたわね、あなた方のノリに。
さてさて、どうにかこうにかお仕事は片付きましたわね。ちょっとばかり足の甲が痛い気がしないでもありませんが、ともかく約束の時間つぶしに付き合っていただきますわよ少年。ささ、どこへなりともエスコートしてくださいまし。どうぞどうぞご自由に。先ほども申し上げましたように、私季節柄の遊び歩きは増えてですの。クリスマスに限らず一種の職業病のようなものですわ。なぜなら季節のイベントというものはあまねくお金になるのですから。浮かれて遊びほうけるなど言語道断、むしろ世間を浮かれさせ稼ぎまくるのが商人の本懐。書き入れ時とはまさにこのことなのですわ。とまあ例年そんな感じだったのですけど、ご覧の通り今の私は直帰途中のしがない公僕、予定も何もかも中ぶらりん、つまりはお暇な状態ですわ。そう考えてみるとあなたと出くわしたことはついていたかもしれませんわね。単純に時間を潰せるだけではなく、私の預かり知らないところで行われた陛下の一挙手一投足を根掘り葉掘り聞くことができるのですから。そんなこんなで連れてきていただきましたけど、少年どうしてこのお店なんですの。さもありなんといった感じですわね。先ほど申し上げた通り、まともな商売人なら時期に合わせた商品を用意するのは当然のこと。客としても季節物にはとりあえず乗っておくのが吉、鉄則ですわ。ですけどどうしてわざわざこのお店なんですの。んちょっとあなた、それを早くおっしゃってくださいまし。共通の話題ができるチャンスじゃありませんの。こうしてはいられませんわ。早く店員さんをお呼びしませんと。ちょっとちょっと店員さん、ご注文がお決まりになりましたよ。こちらの席を伺ってくださいまし。陛下の食べ歩きといえば魔物料理とついつい思い込んでしまいましたが、こういったごく一般的なお店の料理も召し上がるんですわよね。当然のこととはいえ油断してましたわ。それにしてもこのお店なかなか盛況ですわね。提供の待ち時間も相応にかかりそうですわ。これだけの人気店についても把握されているだなんて、さすがは我がユースティアな陛下、敬願と称えざるを得ませんわ。それはもう予定も何もありませんもの。全く驚きですわ。この時期にこうものんびりできるだなんて、少し前までは寝る時間どころか座って一息つく暇すらありませんでしたもの。来る日も来る日も入荷に発注、人員確保に現場の監督、前日の後処理にトラブル対応、エトセトラ、そういったことが恒例だったので、その何と言いますか、少々落ち着きませんわねこの時間が。ありがたいことにおかげでいろんな経験をしましたわ。そう、例えば。はいはいはい、ごめん遊ばせ、道を遮る皆様方、ちょっと通してくださいまし。私それはもう先を急いでおりますの。どうしてどうしてこの私が自ら在庫の補充に駆けずり回らなければなりませんの。当日の品数を把握しておくことくらい常識中の常識でしょうに。お疲れ様ですわ。あなたたちの雇い主である私が自らわざわざこのように倉庫から在庫をお持ちしましたわよ。申し訳ありません。お手を煩わせてしまって。謝罪の言葉は全店舗反省会の時まで取っておきなさい。二度と同じミスをしないよう徹底的に原因を洗い出しいたしますわ。ああそれよりも、とにかく今は1ルピでも多く稼ぐことが先決です。クレジッタさん5号店から連絡です。バイトがバックれました。売り上げまでちょろまかしていったらしいです。なんですって。お待たせしました。クリスマス限定季節のフルーツ欲張り盛り合わせです。ごゆっくりどうぞ。どうも、
思ったよりも迅速な提供ですわね。まだ改装は途中でしたのに。まあいいですわ、ただの昔語りにすぎませんし。少年、いただくことにしましょうか。ごちそうさまでした。正直クリスマスに乗っかっているだけかと思いましたけど、なかなかどうして大変結構なお味でしたわ。この店の店主、しっかりと商売人ですわね。財布の緩め方を知っている人間ですわ。イベントにおける付加価値の大切さを分かっています。お客にお得な買い物だったといかに思わせるかという話ですわ。イベントは記憶に残りやすいからこそ、損をしたという感情も忘れにくくなるものなのです。商人にとってそれはマイナスと言い切って間違いないのですけど、どんなものでも売れるからと高をくくり粗悪品を売りつける人間なんて5万といるのが実情です。かくいう私も経験したことがありますわ。あれはそう、何ですか何ですか店長、このガラクタの山、どれもこれもホコリまみれて汚い。ゴミ捨て場から漁ってきたんですか。人をゴミ漁りみてえに言うんじゃねえ。全部立派なおもちゃじゃねえか。こないだ潰れた同業者からタダでもらってきたんだよ。潰れたおもちゃ屋の在庫ね。じゃあやっぱりゴミで間違ってないですね。売れてないんですもん。口の減らねえやつだなお前は。雇うバイトを間違えたぜ。とにかくだ、それ全部売っ払っとけよ、俺が飯食ってる間にな。じゃなきゃ給料はなしだ。はぁ、ちょっとちょっとちょっと、そりゃないでしょクソ店長。ただでさえクソほど安い基本給なんですよ。どんだけこき使うつもりですか、クソですか。クソクソ言うな、やかましい。雇い主はこの俺だぞ、このクソバイト。そもそもだ、お前にとっても悪い話じゃねえだろ。売ったら売っただけ手当をやるって契約だ。だったら全部売ればお前も大儲け、違うか。それは、そうですけど、でもこんなゴミを売るだなんて聞いてないですよ。ガタガタ抜かすな、ゴミでも売れるのがクリスマスなんだよ。文句はいいからとにかく売れ、わかったな、クソバイト。あ、ちょっと店長、話は終わってないですよ。どこ行くんですか店長。おい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 、クソ店長、行っちゃった。あー、クソ、一体全体どうすれば。お待たせしました、クリームたっぷりストロベリービッグパフェです。ごゆっくりどうぞ。どうも。ここから私の驚異的な商才が発揮されて、ガラクタおもちゃが空前の大ヒットになるサクセスストーリーが始まるのですけど、まあまあそれは置いておきましょう。ところで少年、私の記憶が正しければ一度しか注文してませんわよね、あなた。それなのにどうしてこんな、見るだけで胸焼けがするような生クリーム特盛りパフェが届くようなことになりますの。コースならコースとおっしゃってくださいまし。まああなたに注文を任せた私の責任もあるかもしれませんけど、ほうれん草は社会の基本でしてよ、覚えておくとよろしいですわ。うん、ごちそうさまでした。先ほどと同じように大変結構なお味でしたわ。生クリームもふんだんに使われていて、非常に贅沢な仕上がりでしたわ。少々カロリーが気になりますけど。カロリーですか。いえいえ、何でもありませんわ。ふと思い出し笑いをしてしまっただけです。おかしな話ですわね。昔はカロリーが欲しくて欲しくてたまりませんでしたのに。そう、あの頃は。いっぱいお金が稼げた。いつもだったらマッチなんて全然売れないのに、やっぱりクリスマスってすごいんだな。とにかくこれだけあればごちそうが買えるよね。豪華なサンドイッチだってきっと。食
卵を食べるのなんていつぶりかな。あれ、どれもいつもより高くなってる。お肉もパンもサンドイッチも、なんで、どうして。ああ、クレジッタちゃん、いらっしゃい。あ、こんにちは、おばさん。あの、このサンドイッチ前はもう少し安かったですよね。そうなのよ。でもほら、クリスマスの時期でしょ。どこもごちそうを作るって言うんで、材料が手に入らないのよ。だからね、どうしても割高になっちゃうのよ。こういうのもクリスマスならではなんだけどね。ごめんね。そんな。ああ、でもいつものサンドイッチなら値段そのままよ。ハムとレタスが入ってるやつ、こっちはどう？なんか、ん？クリスマスなんか大嫌い。お待たせしました、チョコレート&チョコレート特大濃厚ガトーショコラです。ストップ。ウェイトレスさん、少々よろしいですかしら。ご安心くださいませ。クレームの類ではありませんわ。ただの確認です。この際お給仕のタイミングについてとやかく言うつもりもありませんわ。なぜか毎度毎度回想が途中で切られておりますけれども、ですがですが、このケーキ明らかにワンホールですわよね。それも大きいですわよね。これは本当にコースの中の一品ですの？はい、当店のクリスマス限定メニューは雪だるま式ですので、まだまだ続きますし、どんどん増えます。こんなに景気のいい雪だるま式がありますのね。いくらクリスマスだからってサービスしすぎですわよ。あ、今のはケーキと景気をかけたわけではありませんので、あしからず。というか少年、まさかあなたこの仕様を分かった上で黙っていたわけじゃありませんわよね。つまり仕様自体はご存知だったわけですわね。なるほどなるほどなるほど、おバカ。仕方ありませんわね。頼んでしまったものは仕方ありませんわ。摂取カロリーが少々、いえかなり気になるところではありますが、一度注文したからには責任を持つのが私の矜持ですの。ただし、もちろん少年にも責任は取っていただきますわよ。私たちはいわば共犯なのですから、食べ残すなんてもったいないことはしませんわよ。最後の最後まで一つ残らず完食するのですわ。クリスマスなんかに、クリスマスなんかに負けてなるものですか。まさかクリスマスまであなた方と過ごすことになるだなんて、少し前までは考えもしませんでしたわ。まあ取り立てて言うほど悪い気持ちはしませんけど。なんとか食べきりましたわね。衣装の胴回りがはち切れそうなのですが、破くのも戻すのも気合でこらえてみせますわ。もったいないですから。これでもうしばらくは甘いものを食べないで済みそうですわ。あ、クリスマスイベント用にケーキを特注していたんでしたわね。それも陛下が満足されるであろう極上の質と量を兼ね備えたものを。ここは正月太りを前借りする気持ちでいた方が良さそうですわね。来年の私がどうにかするでしょう。いいえ、させましょう。させてみせますわ。
うん、危うく雪だるまが雪崩になるところでしたわ。あまり大きな声を出せる状況ではありませんでしたわね。ひとまずここは腹ごなしでもするのが良さそうですわね。あなたも顔色が健康そのものとは言えませんし、お互いに胃が落ち着いてから解散することにいたしましょうか。ええ、それがいいかもしれませんわね。ただし、先にこれだけはお伝えしておきますわ。ウィンドウショッピングはなしですわよ。こじゃれた言い回しでごまかしておりますけど、お金を落とさない以上はただの冷やかしですもの。ショッピングを語るなど言語道断、肩払いたいですわ。というわけですからして、何かを買うつもりで巡りますわよ。購買意欲があるのであれば、それは冷やかしではなく吟味、正しいリスクヘッジでしてよ。あ、大声を出したらまた胃が、肩腹どころか全部が。さてさて、巡ると言ってもどうしましょうか。私基本的に必要なものはすでに揃えておりますし、何かピンとくるものが見つかればよいのですけど。いかにもクリスマスらしい安直な発想ですわね。ではでは、陛下に何か贈り物を。って、それはすでに準備していましたわ。貴族連中への贈り物も完璧ですし、あくまで経費ですけど。あとはナイトメアや王宮に仕える関係者にも特別手当を手配済み。臨時収入もプレゼントのようなものでしょ。え、秘書1号に？彼女にも特別手当は出しておりますわよ。今日の業務にも残業手当がつきますし。それに第一、私と彼女はあくまで雇い主とその秘書という関係です。それ以上でもそれ以下でもありませんわ。つまりプレゼントを贈る親密な間柄ではないということです。まあ週末には一杯おごってやっておりますけれど、それだって継承略を防ぐための約束にすぎます。そういえば先週末は秘書1号と飲みに行ってませんわね。あまりにも業務が積み上がりすぎてしまって。何をおっしゃるのかしら。ご心配なさらずとも、私たちは通貨の中でしたよ。まさにあうんの呼吸と言いますか、意思の疎通は完璧と言いますか。とにかく多少のうっかりは笑って済ませる間柄なのですわ。それはそれとして、彼女には日頃からお世話になっていることは事実ですわね。決して約束をすっぽかしたことをチャラにしたくてプレゼントをするわけではありませんが、決してそのようなことはありませんが、しかしこの機会に感謝の気持ちを形にしておくのは良いかもしれませんわね。ぬいぐるみ、可愛らしすぎます。却下ですわね。ペンダント、願意を探られかねませんわね。却下です。リボン、少々幼すぎます。却下。悩んでいたらあっという間に日が暮れてしまいましたわね。それもこれも秘書1号のせいですわ。彼女が趣味嗜好をあまり話題にしないのがいけないのです。ボーナスですわね。いつもしれーっとした澄まし顔をしていますけど、彼女も私の秘書です。お金に目がなくて当然ですわ。あとはそうですわね、定時退社に有給休暇、人のお金で飲む麦酒とタコわさび、こんなところですかしら。こうなれば贈答用の瓶詰め麦酒の詰め合わせか、いっそのこと現金手渡しでもいいかもしれませんわね。菓子折りにでも隠して、昔はよくやっていましたわ、懐かしい。なんてことは置いておいて、とにかく何か買いませんと。でなければ冷やかしになってしまいますわ。え、少年。いえ、そういうのはいいですわ。もらった方が困るものは贈り物とは呼べませんのよ。一方的な善意の押し付けですわ。もちろんアドバイスはありがたいですわよ。しかし私が欲しいのはもっと現実的な。あら、手帳というのはありですわね。私も彼女も愛用していますし、どこの製品を愛用しているかも知っていますし、実際に見ています。ただ
少々実用的すぎますかしら。華やかさがないと言いますか。心がこもっていればですかしら。まあそこまでの熱意はありませんけど、もらって困るものでもないとも思いますわ。そもそもいくらクリスマスだからといって何も特別なものを送る必要はありませんものね。手帳結構じゃありませんの。むしろちょうどいいくらいですわ、予算的にも。そうと決まればさっさと購入してしまいましょう。店員さん、ちょっとよろしいですかしら。はい、一丁上がりましたわ。って前にも言ったような気がしますわね、このセリフ。おはようございます、クレジット様。はい、おはようございます、秘書1号。昨日は残業ご苦労様でしたわね。残業手当のためですから。クレジット様は十分お休みになられたようですね。何よりです。こちらが返答する前に顔で判断しないでくださるかしら。とはいえ訂正する必要もないのが腹立たしいですけど。秘書1号、もろもろの報告書をはじめとした作成資料及び確認物すべて目を通しておきましたわ。手配をお願いしますわね。かしこまります。あれ、クレジット様、この書類の間に挟んである包みは何でしょう。ああ、別に大したものではございませんわよ。いわゆるプレゼントというやつですわ。クレジット様が私に。まあまあまあ、これといった意味はありませんわよ。別に高価なものでもありませんし。埋め合わせのおつもりですか。先週末飲みに行けなかったことに対しての。相変わらず察しが良すぎますわね、あなたという人は。クレジット様が顔に出すぎなだけですよ。中身を確認させていただきますね。手帳ですか。いいサイズ感ですね。ありがたくいただいておきます。ならよかったですわ。今後はあのチクリメモなんて持ち歩かずに、その手帳を業務用として愛用するといいですわ。ですが、それはそれ、これはこれです。週末に一杯おごる約束は必ず守っていただきますよ。もうちょっとは情にほだされなさいな。ただまあ、このプレゼントに免じて、今週末まで継承略の猶予を差し上げます。先週分も合わせたおごり、期待していますよ、クレジッタ様。早速略しかけてるじゃありませんの。まったくあなたは。では業務開始しますね。さあさあ、仕事仕事。ちょっ、逃げるんじゃありません。まったく。迷惑そうではなかったですわね。少なくとも悪感情はなかったような。ああ、もう賄賂であれば反応も分かりやすいですのに、なんだか落ち着きませんわね。クリスマスプレゼントを渡している方々は例年こんな気持ちになっていますの？驚愕ですわ。ただまあそこまで悪くはないような気がしますわね。いかがされました、クレジット様。先ほどから手が止まっていますが。何でもありませんわ。さあさあ、今日もキリキリ働きますわよ。何せクリスマスは目前、事前に準備しておくことはまだまだあります。聖夜は待ってくれませんわよ。
情報というものはただではありませんわ。それは人の思い出話でも同じこと。知りたければそれ相応の対価を払ってくださいまし。そういえば少年、秘書1号と話していましたわね。もしや私の情報を売ったのでは。報酬は2倍払います。内容を教えてくださいまし。少年、あなたも物好きですわね。私の手伝いをしたいだなんて。クリスマスなんて興味を惹かれるものも多いでしょうに。おかげで助かりましたけど。まあ何にせよ、働きに見合った対価をお支払いしませんとね。少年、この後の予定は？ない？よろしいですわ。それではこのクレジットキャッシュがあなたを自慢のコースにエスコートして差し上げますわ。何をするかはついてからのお楽しみですわよ。はい、こんにちは。あ、誰かと思えば少年でしたのね。昨日はお疲れ様ですわ。お疲れ？ああ、先ほどのため息はそんなものではありませんわ。あれは感動の、そう、感極まったため息ですわ。それはそれは輝かしいあの体験の。クレジットさん、メリークリスマスからの、はい、私からのクリスマスプレゼントです。どうぞ受け取ってください。え、わ私に陛下がプレゼント？ありがたき幸せですわ。ああ、なんて甘美な思い出なのでしょう。何度思い返しても天まで昇るような気持ちになりますわ。私、これほどまでの喜びに包まれたクリスマスは初めてです。やはり陛下は素晴らしいお方。私、生涯お仕えする意志を新たにしましたわ。ご覧なさい少年、天も私たちを祝福するかのように輝いています。なんとまあ神々しい。ちょっと眩しすぎませんこと？私の勘違いじゃありませんわよね。この輝きは。ええ、そうよ。パーティーの正体は全て欠席、一つ残らずね。奴らの魂胆なんて分かっています。大損こいた私を呼びつけて晒し者にしたいだけでしょ。その手に乗るものですか。はっ、文句を言いたい奴には言わせておけばよろしくてよ。今に見返してやりますわ。あら、とにかく頼みましたわよ。また何かあれば連絡しますわ。それじゃあ。ちょっとちょっと少年、お待ちなさいな。こちらにいらっしゃいまし。水臭いじゃありませんの。会釈するだけで去っていくだなんて。どうせこの後ご一緒しますのに。お気遣い感謝しますわ。ですがもう終わりましたからご安心を。オフィスにいる事務員に対応の指示をしてましたのよ。落ちぶれたとはいえ私は投資家ですもの。
ほんの少し前までは世界でもトップクラスの階層とセキュリティを誇るビルにオフィスがありましたのよ。しかも最上階に。毎朝の移動が大変でしたわ。それが今では小さなビルの2階が私の事務所。事務員だっておばあさんが一人いるだけ、質素なものですわ。とまあこんなありさまですからして、物珍しさに見たがる連中が山ほどいるのです。そこでクリスマスパーティーですわ。私がのこのこやってきたところを笑い者にしようとしてますのよ。まったく、なんて底意地の悪いセイヤですわよ。なんて話していたらもうこんな時間になっていましたのね。少年、そろそろ参りましょうか。私たちのクリスマスパーティーはこれからですわよ。どうして反応できますのよ。それは私が若いからですよ、クレアさんに比べて。私の反射神経が衰えていると。おー、面白いジョークですわね。発倒しますわ。できるものならとか言っている間に、はい、付きあり。ちょ、ここで落ちてなるものですか。このというか、クレアさん、せっかくのクリスマスパーティーなのにこれでいいんですか。いつも通りじゃないですか。こちらがコンボを仕掛けようとしているところに話しかけないでくださいませ。ああ、そうだったんですね。阻止しておきます。はい、これで話せますよ。くねねねね、別にいいんじゃありませんの。ケーキもターキーも用意しましたし、少年だって先ほどから黙々と食べています。十分でしょう。それはそうですね。ただもう少し特別感があってもいいんじゃないかと。何が言いたいのです。もったいぶっていないではっきりとおっしゃいなさいな。賭けをしませんか。次の勝負、負けた方が罰ゲームです。勝者の命令は絶対。いかがです。面白いじゃありませんの。望むところですわ。私は追い詰められて強さを発揮するタイプでしてよ。ふんねー、ラッシュ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 からのおっと、コンボを差し込む暇がないほどの猛攻ぶりですね。これはまずいかも。おー、そうでしょうそうでしょう。そのまま押し切られてしまいなさい。イチゴさん、敗北という名のクリスマスプレゼントをあなたに送って差し上げますわ。あ、カウンターチャンス。ません。スマッシュ。というわけで、クレアさん、この袋に入っている衣装に着替えてください。わかりましたわ。で、あなた、ずいぶんと準備がよろしいですわね。まさか最初から着させるつもりだったんじゃ。さあ、何のことだか。とにかくお願いしますね。私は彼と隣の部屋で待っています。では。はあ、うだうだ言っても仕方ありませんわね。罰ゲームですものね。どれどれ、中身は。はい、これは一体どういうことですの。とか言いながら、しっかり着ているクレアさん、さすがです。そしてなんというか、想像以上の破壊力ですね。お見事です。何が見事ですか、このショーワルトナカイ。ちゃっかり着替えておいてからに。それに何ですの、このタスキは。なんちゃらなんちゃらのなんちゃら木。量販球にとって大事なフレーズですよ。傾いているからこそ季節が生まれるので、せっかくです。あなたからもクレアさんに何か言ってあげてください。さあ、張り切ってどうぞ。
何を顔を赤くして言ってますの。あなた少々マセすぎですわよ。クレアさん、こっち向いてください。記念に一枚取っておきたいので。もちろん高画質で。こっちが返事をする前にスマホのカメラを向けないでくださる。撮ってますわね。あなたもう撮ってますわね。消音で親指の連打が甚だしいですわよ。すっご。ちょっと何を言おうとしたか忘れるくらいの威力ね。いつもドタバタしてるから見逃しがちだけど、顔もスタイルもいいのよね、クレジットって。ま、見た目なんてどうでもいいくらい面白いってことなのよね、多分。あんたも分かってると思うけど、なんだかんだ言って悪いやつじゃないのよ。お金にがめつかったり、忠誠心が暴走しちゃったりするけどね。そういうの全部ひっくるめて悪いやつじゃないわ。きっとこれからも頼りになってくれるはずよ。仲良くしてあげなさいよね、できる範囲で。それにしてもすっごかったわね。完全に目に焼き付いちゃったわ。様、クレジット様。うん、ようやくお目覚めになりましたか。仕事中ですよ、クレジット様。仕事中というか、ここはどこですの。本当に寝ぼけていらっしゃるんですね。国が保有している社交場ですよ。ここもクリスマスで貴族の皆様に開放していたじゃありませんか。イベントの報告書に記載する必要があるからと私を呼び出したのはクレジッタ様ですよ。そうでしたかしら。私先ほどまで別の場所を歩いていたような。って少年、あなたはなぜ当然のように寝ぼけ眼でそこにいるのです。まあまあいいじゃありませんか。そんなことよりさっさと仕事を終わらせてしまいましょう。そろそろ定時が近いですし。そんなことって、いえ、居眠りしていた立場でとやかく言うことはできませんわね。よろしいですわ、迅速に片付けてしまいましょう。さすがですクレジット様。では早速ですが、こちらも準備をいたします。よいしょっと。は？なんで魔法写真の撮影アイテムを取り出しておりますの、あなた。今回のクリスマスイベントをまとめた報告書に添付する写真を撮影しているのですが、いまいちピンとこないのです。ゴージャス感が出ないと言いますか。ゴージャス感？そんなもの必要な。いえ、さりげなく経費がかかっているように見せるのは大切ですわね。特に外部の目に触れる可能性もある資料とあれば見栄えは重要、常識ですわ。よろしい、そういうことであれば一肌脱ぎましょう。秘書一号、遠慮せずにお取りなさいな。それはもうビシバシと。いいですよクレジット様、非常にいい感じです。もうちょっと顎を上げていただけますか。こうかしら。バッチリです。次は組む足を変えてみましょうか。し、いいんですよ、面白いので。あなたたち何かおっしゃいまして。いえ何も。さあさクレジット様、撮影を続けましょう。これは素晴らしい報告書になりますよ。この私が一肌脱いだ以上、それは間違いないことでしょうね。なるほどなるほど、こんな仕上がりでしたのね。はい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 、なるほどなるほど。秘書一号、どこに逃げましたの秘書一号。一
までトイレ休憩していますの。戻ってきたらただじゃ起きませんわよ。こんな超発的な写真陛下にお見せ。